前ご紹介した高倉達のお嫁さんが来ました。やっ た, ーやったー、お待ちかねのお嫁さん、はい、こここのあと誰か来るとも知らず餌を食べています。でこのオスがずっとねアピールしてるんですが、もう一匹本当はいたのがオスで、そのオスと、うん、オスがうち2匹いたので、オスとメスと交換しようって言ったらいいですよって言ってくれたところがあるね。そうなんです。でメスが来ましたよ。オスは1匹そこのとこに、あ向こうに入りましたので、今入りまして、この黒い方がメス。早速デサ食べてます。さすがイサザン強いな。あ取ってる取ってる。このクンクンってね、首がこうコクンコクンってなるな。エサ食べほらすごいすごい。でオスが気づいたらもしかしたら猛アピールしてくるかもしれない。色がすぐ真っ白になるかもしれないですね。ほらほら降りてきたよ。隣にほらメスが来たよ。降りてよ。念願のメスが来ましたよ。目でもなんかキョロキョロしてるよ。あれなんかこの人見たことない。来たーだ。あれこの人めっちゃ食べてる。お腹空いてたのかな。めっちゃ食べてる。あれなんかあれあれおおおお、なんかあれなんかすごいすごい近い近いな。なあ近い。近いな。メス見えてますか、オスのことっていうぐらいグイグイ行くね。近いな。餌が餌しか見えてないから。餌しか見えてないですね今ね。餌しか見えてないから。餌しか見えてませんが、オスがめっちゃ真っ白になってきた。真っ白になってきた。真っ白になってきた。もうアピールタイムですね。あ緊張してきた。アピールタイム。なんかドキドキする。アピールタイムだけどメスはもう餌しか見えてない。なんならちょっとどいてもらえるっていうぐらいな感じやな。わ真っ白になってきた。あーすごいすごい。真っ白になってきた。ちょっとどいてもらっていいかな。ちょっと僕のダンス見てくんないですか。あ僕の色の変わりがどうですか。全然見えてないよ多分。全然もう餌しか見えてない。うん残念やな。めっちゃアピールしてますね。タツノオトシゴ、本当に瞬時にこうやって色変えるのをお分かりいただけますでしょうか。うん、アピールタイム終わるとスーって変わります。やっぱり 目立つから色が急に変わったら。いやどうなんでしょうね。なんかアピールする、まあ、やっぱ興奮するという色が変わったりとか、他の魚も興奮する色が変わったりとかするんですけど、うん、そういうのの一つなのかなっていう。ちょっとタイミング悪かったね。うん、ちょっと お腹空いとたらしいわ。そうね。でもオスはすごいアピールする気満々。どうかな、どうかな、気づいて、そろそろもうだいぶ食べたじゃないかな。どうかな、僕どうですか。ほら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 、にじり寄ってる。お前に回り込んでる。前ににじり寄ってる。ほら前に回り込んで、すごい用意してるな。視界に入ろうとしたけど無理だったね。あ、餌がなくなっちゃった。私の周りから。あ、まだ餌探しやわ。まあ、お腹空いてたんですって。まあ、また数日に行きたいっていう形ですね。また繁殖したらお知らせいたします。ね、こちらが高倉達のやっとお嫁さんが来ました。今日はごめんなさい、うん、ね、今日は多分ね食欲の勝ちやったで、うん、今日は無理、はい、もうちょっと落ち着いたらいい報告ができるかもしれません。はい、ありがとうございました。